のチャンネルはい今回はですねあ本当にまあもうちょっとあのパウンドパウンドのナンバーワンに上がってたあのロマチェンコ、ね、復活戦これはもう大事な復活戦でした、えー、中谷選手いやーもっと言ってほしかった中谷選手もう最高のロマチェンコのなんていうかな復活した 復活して完成されたようなもうロマチェンコすごい強かったまさかもうこのブランクを覆してこんなに強くなったとかっていう過去一番強かったんじゃないかと思うぐらいのロマチェンコでしたしかし中谷選手もっといいファイトができたはずと私の中の考えですけどもえーなんか同じ世界ランガー同士じゃないかっていう立場で上がったような気がしますね。 なぜかこのテクニックで勝負しようとしたのかカウンター取ろうとしたのか無理ですよ、あんな強い世界チャンピオンにいくらなんでも待っちゃダメもう、破れかぶれっていう言い方はおかしいけどももうとにかく5ラウンドまではまだ、ね、目覚めないわけですから、えー、なぜかというと勘が戻るのは5ラウンドぐらいからね。 感が戻ってきますからそれを戻るまでに考えてほし方っ永谷選手のあのスピードとあの打ち合いならいけるパンチ力もあるしいけると思ったんですけどもなぜかテクニックを、えー、様子を見てえー、これじゃ勝てないよって思ったんですよねもったいないですね互角じゃありませんよ同じ世界ランカーと思ったのは思ってたらちょお間違い相手はスーパーチャンピオンですよ。ね、そのの復復活活戦戦でもこの復活戦に勝てば ね、世界チャンピオンにロペス選手にこう対戦できるチャンスもあるわけですよ。これを同等なんだという見方のようなボクシングスタイルに見えましたね、もったいない、これは世界チャンピオン、彼に勝てば世界チャンピオンになれるという気持ちでいけば、もっとガンガンいって、中谷選手の良さをもっと出せたと思います。ね、昔浜、えー、田剛ね 今、帝県の代表とやってますけどその選手がもうスーパーチャンピオンと言われるあれでどんどんにバ、ね、ンバン向かってきました濱田選手もそこまでファイターの選手じゃありませんよ、ねまあ、フ,ァイファイターか中間距離の、ね、ボクサーファイターですけども、もう最初から作戦変えて、もう、バン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 いきました、あれが良かったんですだから今回もまだ、えー、復活戦、えー、勘が戻るまでの4ラウンド、5ラウンド、バンバンいってほしかった。 中谷選手のあのスピードパワーテクニックやらいけたはずなぜ見てしまったのかこれがものすごい残念で仕方ありませんまあ私の中ですけどね、えー、ものすごい残念でした同じ定験ジムのねもう浜田代表がもうガン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 いったあの作戦を使ってほしかったんですねあのこれ4ラウンドまでが一番大事な4ラウンドだったんですね復活するまでのそうベルデホ選手にね段を2回取られて自分も 捉えたときには、ブランク開けて、長い2年ぐらいのブランクかな、ブランク開上げて、勘が戻らなかったっていうところも分かってるはずですからね、序盤のね4ラウンドぐらいまでに、ダウンを捉えてる、ブランクを上げで勘が戻らないうちに、ダウンを捉えたって、その経験を生かしてほしかったですね、ロマチェンコ、久々のあれで4、5ラウンドまでは本当にいい動きはできてませんでした。中選手が え手を出せばなんかかするぐらいのことはあ,ったありましたからねでましては頭をパーン切りましたえまあまあひきと言われるかもしれませんが顔の殴り合いですからもっともっと当てていけばこれもっと流れが変わったと思いますよね相手も焦り出してねいやーやはりスーパーチャンピオンですね今までの過去の最大あのリラン選手とやった時のような最大のいいボクシングしましたねあ私がブランクブランクと思ってたのが彼にとってはやはり ようやく戦えー、ぐらい戦ってそしてプロでもいきなり世界タイトルばっかりやってきたそういうロマチェンコのやっぱり体は壊れたうわあ落ちたのかなと思ってたのがそれがこれがいい休みになったんですねこれがあのー、本当にブランク開けて勘が鈍るだろうと思ってました、まあ、確かに4ラウンドぐらいまでは勘はねまだ戻ってませんんんんこれ5ラウンドどどどどん,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 どん 感を取り戻していきました。すごい強くなってました。いや、まあまあ、それでもまあスーパーチャンピオンと戦えたのはいい勉強になったとは思いますけども、これロマチェンコと戦っていろんなことを取得したと思います。負けはしましたが、やはりこの世界タイトルの中でスーパーチャンピオンとやるということの経験というのはものすごい大きいと思うんですよね。もしも。経験ジムがチャンスを与えてくれるならば。 ヘイニー選手とやってほしいですねヘイニー選手ならこの今言ったガンガンいくスタイルを取っていけば私はヘイニー選手に中谷選手は勝てると思いますこのロマチェンコとの戦いは私はの中ではもっといい試合になった勝ったかどうか分かりませんよもうスーパーチャンピオンがね自分の勘のを取り,して取り戻してきましたから分かりませんけどももっと前半に脅かしておけば もっと気をつけていればロマチェンコの戦い方も変わって勘も鈍あの戻る前にごちゃごちゃとしてリズムが狂ったかもしれませんねそういう意味ではもっと最初から言ってほしかったもしもヘイニーとやるならばヘイニー選手とやるならばガンガンいってほしいこれチャンスありますよヘイニー選手絶対面白いでリランス選手とやってデータもありますからねどこがいい悪いって分かりますここにつけばいいとかね リナーレス選手も教えてくれると思うんでリナーレス選手だったらあリナーレス選手じゃない、えー、ヘイニー選手だったら僕私は勝つと思いますよあの中谷選手にもう一度チャンス与えて中谷選手も自分の一番いいボクシングができるように最初からガンガンいってほしい、えーまあ、相手は世界チャンピオンね今度やる時はヘイニー選手は世界チャンピオンですからガンガンいって取ってきてほしい、ね、そういうつもりでもう一回中谷選手にチャンス 与えてほしいなもう一度中谷選手のガンガン行く世界戦が見たいですじゃちょっと試合を振り返ってみましょう,う,わもう接近ねあの掴んだところ普通ね解いて終わりなんですけどバン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 あのこのクリンチした時攻撃するというのをやはり勉強してるんでしょうね普段からねこの後ろに回ってクルクッと回ってねパッパッパーンと打つっていうこの一瞬の隙を狙うとこがいいとこですよねこのロマちゃん子選手ね このの一瞬の隙こんな近い距離で相手が一瞬力を抜いたところにガンガンこれがいいんですよもうリング立ったらね一瞬の隙も減ってくるのはありませんからもう一瞬の気の緩みも許されないんですからそう私が言っているようにロマチェンコチャンピオンのこのロマチェンコ選手の左をもらった簡単にもらったっていうのも中谷選手が見すぎたからですよねもっとガンガンいってたらもっと早くよけれたと思う。 見るということは一瞬タイミングがずれるわけですから、遅れるわけですから。バーンこれじゃない、もうガン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 、もう打ってこい、早くバーンああいう打つでもいいから、どんどん行って欲しかったな。そう、相手の距離が入ったら自分の方が背が高いんだから、スコーンと当たるわけですから、さっきね。さベルデオ選手の時はそれができたんだよね。まあ、右をね、あの手術して、まだ完璧なあのリズムが取り戻さ取り戻せてないんで、左を中心に来ましたね。 ただ、ロマチェンコはもう勢い。よくスピードでバンバン来るんで、あんまり腰が乗ってない。打ち方なんでそんなに一発はないですから。ともうここまで来たら中谷選手も倒す力あるんだから、もう骨を切ら肉を切らして骨を立つみたいなね。感じでやって欲しかったですね。ロマチェンコのパンチはそんなに動き回ってるから聞かないんだから、先に打つとかね。相打ちするとか、試合後のインタビューを言うと聞くと。 そのスピードがあって出遅れてしまったみたいなロペストやった時ももうバン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 打ってましたからね相手が打ってきたガカンカンカンそれぐらいの気持ちでロマチェンコと戦えたらもっといい試合になったと思いますねここが残念だからロマチェンコはもうちょっと復活してしまったんでものすごい強いからちょっと次回再戦を見たいとは思いませんけどもこれ違うチャンピオンだったら絶対僕はチャンピオンになると思いますよ。 ヘイニー選手のボクシングを見たところ、ん、中谷選手の方が強いなっていう気はしますからね、あの、バンバン行く中谷選手ですよ、ベルデホとかロペストやった時のあ中谷選手のあのスタイル、ガンガンいくスタイルがあれば、うん、ヘイニー選手に私は勝つと思います。 大正解ジャンプになるもっともっと伸びる選手です。よろしくお願いします。